大阪府立桜塚高等学校は、大阪府と夜中市中桜塚にある公立の高等学校。昭和初期1937年、府立14番目の高等女学校として設置された。全日制普通科と定時制普通科を併設している。1937年1月22日、大阪府立第14高等女学校として、 大阪市東成区に創立した。太平洋戦争後の学生改革に伴い、新生の高校、大阪府立桜塚高等学校に改編。全日制と定時制課程を設置した。全日制課程では、英語や数学、理科などで少人数授業を導入している。また定時制課程は2005年度に単位制に改編された。なお定時制課程は、通称、 夜桜で呼ばれている。2018年6月18日の大阪府北部地震と9月4日の台風21号では、校舎損傷や倒木など被害があった。校内に定住生家庭の相談室、ウーパーを設置。一般社団法人、キャリアブリッジと連携し運営しており、臨床心理士や大学生など生徒に年齢の近いスタッフが寄り添い、引きこもりや、 発達障害など課題を抱える生徒を学校生活に定着できるよう支援している。公明党参議院議員の山本かなえによると、大阪府から委託されたキャリアブリッジのスタッフ3人から4人が、週2回、午後5時30分から夜10時まで常駐し、何気ない会話から生徒の課題をつかみ、教員と連携してトラブルを未然に防ぐほか、職場体験実習や進路、 就労に関してアドバイス。中退防止や卒業後の支援などの面でも成果が出ているという。大阪府立第14高等女学校として1937年の開校当初、大阪市東成区勝山通りの大阪府立育野高等女学校に併設されていた。翌1938年に豊中市大和桜塚に移転し、 大阪府立豊中高等女学校に改九1941年5月22日に校舎落成式を挙行。この日を創立記念日と定めている。太平洋戦争後の学生改革に伴い1948年に大阪府立桜塚高等学校と改称し、近隣の大阪府立豊中高等学校及び大阪府立池田高等学校と生徒を交流して、 男女共学となった。また、新生の高校に改変の際、豊中市立高等女学校が廃校となったため、市立校女の生徒を編入。定時制課程も併設した。定時制課程は、茅野文校、庄内文校、とどろみ文校、吉川文校の4文校を設置していたが、1950年代までに廃止された。 鉄道効果効果は1953年1月に制定、生徒による作詞、作曲。制服前日制過程には制服があり、2011年にデザインを一新された。男子は黒色の標準的な学生服。女子は紺色を基調としたブレザーと桜をイメージした桃色ラインの入ったスカートまたはスラックスにリボンを組み合わせる。エンブレムには、 伝統校としての誇り、シンス1937を入れている。定時制過程には制服がなく、服装は自由である。クラブ活動では、軽音楽部が2018年夏の全国高等学校総合文化財の軽音楽部門で最優秀賞。また、2025年日本国際博覧会誘致の際にオリジナルの応援ソング、夢食大阪を作曲し、 話題となった。運動部分下部登録有形文化財に登録された、富士豊中高等女学校時代の塀。グラウンドの北側にある、桜塚高校の北側の塀が2009年1月21日、国の登録有形文化財に登録された。レンガ積みの柱とコンクリートパネルで構成され、豊中市によると、当時の塀は、北辺の左右と、 東南隅の隅切り部分とに残存している。校舎は1970年代に建て替えられた旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2008年と2013年度に改修を行った大阪府立桜塚高等学校の兵。正門側は通常のブロック積み。ありがとうございます。